ラジオダンブラーの隠れ家表部屋2。はい、どうも皆さんこんばんは、ダンブラーです。はい、今週のラジオですね、始めていきたいと思います。本日が1月の23日の日曜日ですね。はい、始めていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、今週もですね、自分の発信関係のね、主にこのメインチャンネルでやっているライブ配信ですねの、関係の話が主になってくると思います。はい、あの先週ですね、金曜日のライブ配信の天水の桜姫が最終回で終わりになりましたので、今週からですね、金曜日のライブ配信、新しいゲームが始まりました。はい、今週からですね、金曜日のライブ配信は2O2というゲームですね、こちらをやってい、くことになりましたので、またね、あのゲームの方、まあ、興味ある方はですね、引き続きよろしくお願いできればというふうに思います。で、この2O2というゲームはですね、あの光栄テクモさんが作っている 2O シリーズという、あのダークファンタジーの高難易度アクションゲームの、まあ、国産のゲームという風になっておりまして、まあそのシリーズの2作品目という形になります。で、この2O というゲームについて、まああの、今週からね、やってるのは2作品目の2ですけれども、この作品についてはですね、あの、まさに、まあこの前にね、あの、最終回を迎えた天水の桜姫、それからまだ他の曜日ではね、ついておりますけれども、ゴーストオブツシマとか、水曜やってるセキドとか、こういったゲームをですね、あの、立て続けにライブ配信でね、始めたタイミングというのがあったんですけども、まあこの辺のタイミングでですね、実は最初から、本当はやりたいなというゲームのラインナップの一つとして考えていたゲームでした。はい。で、あの、やはりですね、この2王というゲームは、まあこれも、まあいろんなライブ配信とか、ラジオなんかでもたびたび、いう話なんですけども、あの、昨今ですね、まあ、国産の、あの、和風系のね、作品っていうのが、すごく少なくなってきてしまいまして、あの、まあ、それこそ5年前、10年前とかであればですね、もうちょっと、あの、なんとか、どうとかね、まあ、みたいな名前の、何、和風ゲームとかって結構あったんですけど、日本の、まあ、多少歴史とかにもね、関係してくるようなジャンル、まあ、時代もんっていうのですかね。そういうものもあったんですけども、本当にまあ、昨今は、この手のゲームというのが非常に少なくなってきてしまいまして、まあ、それでもまあ、光栄さんがね、信長の野望で、有名なね、まあ、光栄さんがよく、国産ではね、そういう時代もんの、和風ゲームっていうのを、まあ、今でも作ってくれてるんですけども、本当にまあそれくらいになってしまったかなというあのところなんですね。で、まあそんな中の、そういうご時世ですので、この2王というシリーズについては、まあ今みたいな時代で、数少ないですね、国産の日本ゲーム、あの和風ゲームとしてね、非常にお勧めできるゲームなので、これはまあ早いとこ、どこかで紹介をしたいなというふうに思っていました。で、もともとですね、そういう風に考えていたゲームではあったんですけども、あの、これまで、なかなかどうやってライブ配信をやったらいいかなということがですね、うまくやり方が思いつかずにですね、先延ばしになっていたというのが、実情なんですね。で、あの、この2王というゲームはですね、あの、とてもおすすめできるゲームではあるんですけれども、じゃあ、ライブ配信でやる場合どうしようかっていうところに落とし込むとですね、なかなか難しくてですね、あの、というのもまあ、これあの、金曜日のですね、2O2 のライブ配信で、そこでもまあ、同じような話をしたんですが、非常にですね、やり込み要素っていうのが、あの奥が深くて、あの、やることが多いゲームなんですね。まあ、という、あの、側面があるゲームなんですが、同時にですね、自分の場合、まあ、ライブ配信とか動画でも基本的にはまあ、その方向性でやっていきたいなというふうに思ってるんですけども、やっぱりですね、全くですね、そのゲームについて、やったことない人とかでも、まあ、パート1から見ていただければね、まあ、楽しんで見ていただけるような、発信というものを心がけています。まあ、もちろん、ちゃんとそうなってるかどうかっていうものを、ことはね、見る人次第の
あれですけども、自分としてはそのつもりでやってる形にしています。で、そうでないとですね、かなり、そのゲームについての知識がある方、あるいはもう自分でね、かなりプレイしたことがある方っていうの、人だけしか、ついてこられなくなるという形になってしまうわけなんですけども、自分の場合はまあ、ゲームジャンルとかね、いろいろとこう、たくさんやってますし、できるだけ、この多くの方にですね、まあ横のつながりを持って、いろんななんかゲームを見ていただきたい。まあせっかく和風ゲームということでね、コンセプトにしてますんで、その辺をこう横つながりを持ってですね、見ていただけるような動画作りとか、まあライブ配信の発信とかをしていきたいというふうに、前々から思ってやってます。ということがあるので、どうしてもですね、この仁王というゲームをね、取り扱うのは大変、難しかったです。誰でも最初からね、ついてこられるような内容っていうことだけを考えるんであれば、ストーリー最初からやり始めてですね、まあ、まさに、初見プレイみたいな、形なんかも大概こうなると思うんですけども、最初からゲーム始めて、エンディングまでやって終わりというですね、こういう形ですね。これはまあ一番、ストレートな形だと思うんですが、この形でやってしまうとですね、まあ、シナリオは一通りお見せできるとは思うんですけど、仁王という作品のある意味本質的な装備を作っていったりとかね、かなり難しい難易度の敵といっぱい戦っていったりとかいうことをですね、あんまりお見せできないんじゃないかなと、あるいはまあ言い方変えればお見せできるとしてもそれっていつになるんだろうっていうことを考えると、だいぶボリュームが多いんでね、それこそまあ1年2年とか、毎週1でライブ配信やってもそれくらい時間かかっちゃうんじゃないかなというふうに思いました。で、まあ、かれこれですね、やろうかなというふうに思ってから、まあ先延ばしして、で、ついに、先にやり始めた、天水の桜姫ですね、金曜日の、前のやつが終わりましたので、今度こそ仁王をやろうというふうに思ったんですけど、まあその半年ぐらいかな、天水の桜姫、前のやつがやってましたんで、やり方をぼちぼち考えていましたが、まあ最終的にはですね、金曜日のライブ配信で最初ね、ご紹介している通りだというふうに思いますけれども、もうあのゲームについては800時間ぐらいかな、結構ね、まあ、だいぶやってる方だと思います。まあ普通のね、ロープレとかだったら、だいたいクリアまで30時間、40時間、50時間とか、よっぽどやり込んでも、まあ、100時間いくかどうか、100時間超えてちょいっていうね、感じの、形がほとんどですけども、あのゲームについては800時間いってますんで、だいぶ、プレイ時間やってる方だというふうに思います。で、そのですね、かなりやり込んだセーブデータの方を使って、で、その上で、チュートリアルからですね、まあ、初心者の方でも、見ていただけるような、作品作りと、まあ、いうようなですね、かなり工夫した形を取りました。で、まあ、こういう形でやるっていうのもね、あんまり、これまでやったことがないんですけども、まあ、これも一つのね、テストというか、まあ、チャレンジっていうことで、まあ、こういう形で、初めてやってみる形にしますけども、まあ、これで、やりながら、どういうようなね、配信にしていけるかっていうのは、まあ、出たとこ勝負でありますけど、またこれからこうやっていって、作品としてはすごく奥が深いゲームなんで、まあ、長くライブ配信、等々ですね、取り扱っていくようなゲームにしていければいいなというふうに思いますし、このまま、シリーズ、好評なゲームでね、どんどん続いていくというふうに思いますんで、まあ、僕が長くやってた、発信でやっていたシリーズだとね、まあ、ゲームジャンル違いますが、ストラテジーでね、シビライゼーションなんかは最新作の6長くやりましたけど、まあ、あんな感じでこう、ナンバリングどんどん続いていくような、作品になると思います。これからもね。ですので、長く取り扱っていけるようなゲームとしてね、自分の発信の、一つになっていくといいなというふうにね、将来的に思っているぐらい、先を長く見据えていますので、仁王については。はい。まあ、これからですね。まあ、とりあえず、ライブ配信からということを皮切りにしてですね。まあ、いろいろとこう、長く発信をやっていけるといいなというふうに思っておりますので、まあ、そういう心持ちでね、仁王についてはやっていきますので、また、まあ、どうでしょうね。自分のメインチャンネルの、
見ていただいている方だとね、仁王について、どうなんだろう。まあ、知識がある方とかね、が、見るかどうかっていうのは全く、わからないところではあるんですが、一応自分の心持ちとしてはですね、そういう思いで、誰でも見られるようなものっていうのをやりながらですね、長く、やっていくことができれば、いずれですね、まあ、日本について多少ですね、好きな方っていうのも、まあ、ちょっとずつ集まってくるといいなというふうに思っております。はい。ということで、今週からですね、金曜日のライブ配信は、ニオ2、これについてですね、かなり長期的に、見据えてやっていきたいなというふうに思いますので、改めて、興味持っていただいた方はですね、まあ、先ほどから言ってるように、初めての方でも見れるようなものっていうのをやっていきたいと思いますので、まあ、ぜひですね、興味あるけど、やったことないとかね、そういう方でも大歓迎ですので、興味を持っていただけた方はですね、お付き合いいただければというふうに思います。で、それからですね、まあ、今週からまた、金曜日そういう形で新しいゲームになりましたけれども、さっきから言ってる通り、ニオー2というゲームシリーズについても、だいぶ、息長くやっていくような感じのゲームになると思いますので、結構ですね、各曜日のライブ配信が、だいぶ息が長いゲームで固まってきてしまいました。火曜日の、まあ、モンハンなんかもね、まあ、ビッグタイトルですけど、モンハンライズなんかもそうですし、まあ、金曜日、新しいニオーシリーズについても、だいぶ息が長そうだと。そして、ゴーストブツシマ同様ですね。そして、最後が日曜のシャドウタクティクスですけど、あれもまあ、新作の方も出てますんで、もう、そこまで見据えるとですね、だいぶまだまだ先が長いと。ね、旧作の方はですね、まあ、今週またやりまして、だいぶ後半の方まで来たかなという感じなんですけど、まあ、やり込みとかそういうのね、見ると、まだまだ全然ありますけどね。まあ、少なくとも、ストーリークリアだけ見てもですね、結構まあ、あれも、難易度が難しいゲームなんでね。まあ、それでもようやく終盤の方までは来ましたが、その後次回作を予定してますんで、まあ、日曜についてもまだまだ先が長いということですね。まあ、ですので、もうちょっとですね、喫緊、ライブ配信でも取り扱いたいなというふうに思っているゲームがあるはあるんですが、曜日がですね、結構埋まってる形になってしまいますので、まあ、来月2月ぐらいになったら、またライブ配信の予定というかやり方ですね、どういうふうにしていこうかなっていうのはまた考えていきたいなというふうに思います。これまではですね、もう曜日ごとにやるゲームっていうのをぴっちり決めてしまって、まあ、その曜日はそのゲーム以外やんないっていう形にしてるんですけど、この形だとですね、もう各曜日のゲームっていうのはもう全く動かないんで、唯一あれですね、水曜日の赤道のゲームについては、まあ来月ぐらいまではかかると思いますが、ぼちぼち、最終回になると思いますんで、また水曜についてもね、まあ赤道終わったらまた後語り、裏話みたいなのはね、同じようにここでやっていこうかなと思うんですけど、まあ水曜日の赤道についてはもうちょいで終わりになると思いますから、まあ水曜日については、また新しいゲームにね、切り替えられると思います。が、まあそこでなんか、多少こうスパンの短いゲームをね、後側まで持ってきたとしてもですね、まあそれでもなんか、水曜ぐらいしか空いてない形になってしまいますんでね、うん、他の曜日も年単位で結構下手したらね、埋まっちゃう感じなので、動かないからどうしようかなということはまた、これから考え直していきたいなと思います。場合によってはね、ローテーションで、まあ同じ曜日でもですね、また、ローテーションで違うゲームに切り替えていったりとかっていうことも、まあ必要になってくるかもしれませんしね。はい。まあその辺はまた、今後、まあ来月以降、ちょっとまだ今月もですね、結構ブログのメンテとかでやることが、ちょっと残っているので、あんまり動けないと思いますけども、来月2月以降はですね、その辺もまた考えていきたいと思います。まあいずれにせよね、来月2月には水曜の赤道も切り替わると思いますんで、まあそれ切り替わった後ですね、また、ライブ配信のことについて、等々含めてですね、このメインチャンネルの動画チャンネルの方の、運営というかね、動画とかどうしていこうかなとかっていうのは、まあ、来月2月になったらまた、もうちょっと、じっくりと考えていこうかなというふうに思っておりますので、またよろしくお願いいたします。はい。ということで、今週の日曜ラジオはこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次週のラジオでお会いしましょう。お疲れ様でした。バイバイ。